さて始まりましたピーチキャスのトナイト5のお時間です。はい、よろしくお願いします。さあということでこのトナイト5という番組は、はい、吉本沖縄の超若手芸人5組が月曜日から金曜日の23時から1時間楽しくお送りする番組です。はい、お相手はピーチキャスの前代翔と、ピーチキャスの、バイト帰りにそのままラジオに来たので、黒服の制服のままのトーバルでございます。よろしくお願いします。黒服なんか見慣れないな。そうですか。見慣れない見慣れない。バイトですよ。バイトバイト、芸人だらけのバイト芸人が黒服をやっているお店があるんですよ。そうなんですよ、芸人だけで回してるね。これ興味がある方は探していただきたいなと思いますけど。あ、お店の名前とか言うわけではなくて、まあ高級ラウンジですからね。あ、そうですか。はいそれならどんなことをやってるんだっけ。しっかりと大ママの横にゴディバ置いてきましたよ。大ママの横にゴディバ。トーバルくん、トーバルくん、ゴディバのチョコ持ってきてちょうだい。はい、失礼します。え、本当に大ママか。大ママですよ。ビッグママとかじゃないよな。ビッグママっておい急になんかお前なんで急にレゲエの歌歌えたんですか。バイトは、でもめっちゃ久しぶりに見た。お前のこの黒服。あ、そうですか。何ヶ月ぶりかの出勤だろ。2ヶ月3ヶ月ぶりぐらいの出勤じゃないですか。俺もだって本当にびっくりしたの。あ、こいつ、え、なんでか急にと思ったのに。いや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 、もう急にバイト、俺はもうクビになって、もう席すら外されてるんじゃないかなと思って。いや、もうそんなもんないっすよ、あれは。そんなのないの。ないですよ、ないっす。で、結構やってる人多いでしょ、もう増えてるでしょ。いやいやいや、芸人だらけよ、芸人だらけ。ほぼ芸人だもんな。うん、いや、ほぼっていうか芸人だけって。芸人だけか。芸人だけしかいないっすよ。あら、ちょっと風邪ひいてるんじゃないですか、また前代さん。僕ですか。あ、毎回喉の話してると思うんですけど。いや、もう喉は病院行って薬もらってるんですけど、あら、あの鼻がちょっと詰まって季節の変わり目でいつもこうなるんですよ。いや、だからお前鼻水取る練習した方がいいと思うよ、まず。トーバルさん、はい、私もう鼻噛めるんで。あら、あら、マジですか。僕はこの2日間で鼻噛む練習をして鼻噛めるんですよ。いや、4歳かよ。まあ、ちょっと鼻最初噛んだ時のその後のこのなんかムニュムニュっていうのあるんだけど、ああ、むにゅむにゅ、そこはもうティッシュを何枚か使って、もうこれからもう耳もガンガン空気抜けていって。ああ、そうそうそう、最初はね、もうプシャンプシャンってなって。もういや、だからこのこれが耳が抜けなくなってくるんだよ、だんだん。なんか加減が分かってくるから。あ、そうなの。おう、で、なんかお前がなんか前言ってたんだっけ、お風呂場でなんかインド式ではないけど、なったっけ、あの鼻うがいだっけ。ああ、鼻うがい、鼻うがい。インド式インド式だっけ。どこの情報か、おい。なんか CM がなんか出会ってなかった。インド人がなんか鼻から吸ってなんかダーって水なんか流すの。多分なんかあってる気がする。それをお風呂場でちょっと実践しようとしたけど、さすがにあれはちょっと。それちょっとまだ早いな。あのよ、鼻の鍛錬が多分まだできてない。まだ早い、まだ早い。逆に余計鼻が詰まった感じがしたのに。俺も、シャワー取るとこあるでしょ。シャワーバーってノズル取ったら、ブワーってホースみたいに出るのが、はいはい、水圧の強いなんか一本の、もうジェットみたいな感じの、ジェットみたいなやつが出るから、あれを俺鼻に差し込むから。待てや、ブワーって。それは多分ダメって。違う違う、あれね、あの二日酔いの人が、なんかね、ちょっと鼻ムズムズするなとか、はい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 、夕日ってね、めちゃくちゃいいのよ。マジで。ああ、ブワー、相当だよあれ。こっちの軌道がね、でもやりすぎは NG らしいんだけどね。いや、絶対そうでしょう。だけど、ね、あれしっかりと、医療しっかりとしたね、医療機関でもやられてる、あ、そうなわけですから。鼻洗浄的な。そう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 、一回テレビでねやってましたよ、この。あ、そうなんだ。あれね、お水とか、熱すぎるお湯とかだとダメなのよ。ああ、でちょっとなんか塩分が少しあった方がいいっていうの。人肌に近い温度だとすんなり入っていくのよ。これなぜかというと、人肌に近ければ自分のね、自分の温度に近ければ近いほど痛みを感じないんだって。お、冷水だから痛く感じるんだって。はいはい、もう体が違うもの。そうだから、病院とかではそれをしっかり測ってその温度が出てくるから、みんなもこれジェットっていうか、このね、銃みたいになってるんだけど、水の。それでこう鼻にピトってやって、それジューってやったらブワーって出て、口からブワーって出てくるんだ。それでこうバーって出すみたいな。これ通ってる感覚はやっぱあるんだ。あるみたいよ。あ、俺はあるんだけどね。俺はもうジェットでもう直接もう、いや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 、家庭のシャワーをジェットっていうの、両穴にもうグーやって。それはちょっとまだ早いな。まだ早いね。まだ鼻かめるだけでもまだ進歩。
だって知ってると思うけどな。ちょっと鼻詰まる人があるでしょ。あるあるある。鼻が詰まる人が、うん、あれジェットやったらもう一発よ。スースー。俺それやるとスースーよ。俺それやると、うん、お昼食ったものが全部戻ってくるんじゃないかなっていう心配。いやいや全然ない。全然ない。なんか入れすぎてなんかバーって全部なんか。いやいやいや、まあまあでもそれはでも鼻水噛めるで、うん、鼻水を、うん、噛むようになったでしょ。そうそうそう。でみんな普通に噛めると、うん、でそれのちょっと先行くと、うん、もう元もうめちゃくちゃ風邪の時って鼻噛めないんですよね。あそうそう、超詰まってる、うん、もう出もしない、うん、その時にジェット一歩先。これジェットやばいよマジで。めちゃくちゃどんなに鼻詰まってても、うん、一発で鼻通るから。なんかその詰まってるものがなんかどっかに行ってるってわけじゃない。口から出る、全部出てんの。うわー出る。怖っ怖っ。俺だってブワーって朝とか風の日とかね、うん、ちょっと結構ね色付きの鼻水とか出る出る出る、タンとか。それとかもう朝寝起きとかが一番わかる。寝てる時って鼻噛んでないから全部溜まってるわけよ。でもう限界までやばい状態じゃん、うんうんうん、でまあ通常の人だと鼻噛みますと。はいはいはい、俺もそのままお風呂行ってもうジェットよ、うん、ジェット、うん、ちょっと待って、あのお前日課のようにジェット使ってるけどラジオ多分こっから聞いた人ジェットって何ってなるよ。もう口からもう水と一緒にもう色付きの鼻水がブワーでブワーでんだ、うん、こっちの鼻はまだ生きてんだけどこの左の鼻はちょっとまだもうで、あと一つあるのよ。あ通す方法として、うん、ないないない。くしゃみ。あーくしゃみね、2、3回やったら一発で鼻通るな、うん、お前よくあのティッシュでこより使ってくしゃみとか自発的にやってる。これはどうなのか分かんないけど一応もう通したい時あるじゃん、どうしても辛くて。あるある、うん、これもうブワーってもうこよりでグーやってくしゃみを2、3回やったらもう、うん、鼻水が出てくるわけ。まずたらーってこう刺激したら、はい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 、でそれをもうブワー出しといて下にこうね、うん、当てながら顎の方にティッシュ当てながらよく見る光景やさ。ブワーやってくしゃみを 2,3 回バンバンバンってやるさ、うん、その後鼻かんでみ、一発で通る。マジで、うん、俺が発見した。やってみよう。よくたまに見るんですよ、トーバルがなんかティッシュを顎の方になんかいっぱい乗せてこよりずっとコトコトコトって言ってでその変な吐息とともに鼻水がめっちゃ出てるんですよ。いやいやもうカメカメって言った、まだまだって言って、そうそう限界点まで鼻水で溜めるわけよ。限界点まで、そうそうそう、一発で鼻通るから、一発で、もう一発で鼻通りますから、ね、すごいな。本当に、いやありがとうございます。おねカラーズの皆さん、おねカラーズね、はい、おねカラーズありがとうございます。前頭エイサーの時には絡みましたけども、あ、はい、まあ、ギャラリーの方で見ていただきましたね。そうそう、ありがとうございます。いやいやでもね、はい、実際でも鼻水とかってさ、うんうん、まあ、女性の方がさやっぱりこういうのやっぱしっかりやってると思うけどね。鼻水、うん、男の方がなんかブッブッとかなんか適当に、どうなんだろうね女性の、うん、なんかない、自分なりのなんか対処の方法とかって。俺はもうこれなのよ、完璧なる。もうこれ誰もやってないし、うんうん、みんなにおすすめしたい。俺どっちかって言ったら鼻噛む前は吸ってもう口から出すあれだった。あーそれパターンもありますけど、そうそうそう、タンを出すような感じ。それちょっとおじさん臭いじゃん、なんかコラッパみたいな感じ。あーもう汚い汚い。だけど今その鼻水の話で思い出したんだけど、前むやみやたらに鼻水を人かけるな人に。ちょっとじゃあここ2人で普通に歩いてる時はフィスってなるんですよ。フィスってどっから出てる音かなと思って。似せるねえ、その音。横パッて見たらこいつがなんかフィッって鼻をめっちゃ思いっきり噛んでるんですよ空中でフィッってねもうこれ直さなきゃいけないんだけどね、はい、俺おばあちゃんから教えでね、うん、鼻噛みすぎたら、うん、鼻の下がめちゃくちゃ痛くなるの分かる。あ分かる。ティッシュとかなんか肌荒れとかしたりして、そう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 、あれの究極言えば、うん、あれ手で取った方がいいわ。まあな、ああピッてする。俺なんかオーバーもう、うん、指で取るから指でブッブッて取って、うん、ペーンって地面にペチーン、ティッシュを使え、ペチーンやった後床パーン見たらもう、ドンスライムがドンスライムが、うん、これすごい。俺最初真似できんくてからもう、いや無理だろ、鼻水が飛ばんばよ手にくっついて、あーオーバー飛ばんみたいな、うん、慣れやさ。慣れやさ。いや、ティッシュを使ってオーバー。で、それで俺ちょっとずつやり始めて、なんか小学校高学年ぐらいからなんか、うん、パッパってやって、なんか
ビーンってやったら床見たらもう俺のドンスライムが。ドンスライムです。完成してた。それお前床もうピンじゃなくてお前ダイレクトで行くでしょ、お前も。で、最近は俺もう、この指も使わずに、もうこれでいけるようになったから。鼻片っぽ。鼻水ってバーってやったらみんな多分こっちについてそれを拭き取るっていうイメージだった。ああ、そう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 。それが多分種類。なんでね、俺感覚で多分塊にしてるのよ、こっちに。もう。なんかもう団子作ってるみたいな鼻の中で鼻水を寄せて寄せて寄せてって、うん、って言って限界入り口限界ギリギリまで来た時にフィスースポーン出すみたいな。だからお前後輩のいるところでもやって後輩の裾とかにフィスーって鼻水がもうダイレクトでピタッてついて後輩が「あっ所さんえどういうことですか?」って鼻水をつけて歩くって言っちゃう。いや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 。怖いからな。じゃまだね、俺のそこは鍛錬不足でね。うん、目標は定まらないわけよね。じゃあ、お前のは定まってるとかではない。お前、駆けに来てる。いやいやいや。俺の最終目標としては、うん、これでインブル狙いたいと思ってる。ダーツの。ピキューンテテ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 ンピキューンダーツのね、ダーツの、ハウス、もうインブルをちょっと、ま、そうそうそう真ん中に当たるとインブルっていうんですけどね、そうそうそう、インブルちょっと鼻水で狙っていきたい。そうそうそう、そしたら多分、はい、ピキューンってなるから最終目標でございます。何の話これ、本当にね、ありがとうございますけれども。さあ、ということで、はい、この番組ではメッセージを募集しております、はい、メールアドレスが761@fmkoza.jp、はい、761@fmkoza.jp です、はい、よろしくお願いします。お願いします。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しております、はい、FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、よろしくお願いします。そして本日もツイキャスが連動しております。たくさんのツイートを皆さんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、番組の後半の、応募しないとなんですけれども、はい、今週は、秋のあるある川柳ということで、あら、はい、秋にまつわる五七五、はい、ちょっと皆さんで考えて応募しようと、はい、よろしくお願いします。ということなのでお願いいたします。ということで、ツイッターの方にもメッセージが来てるので読みたいと思います。はい、はい、お願いします。ツイッターネームレオナさんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ツイッターネームめぐみさんですね、ありがとうございます。こんばんは。はい、ありがとうございます。ツイッターネーム石川のりゆきさんですかね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。松山のキャバクラだろうって聞いてきてるんですよ。それが違うんですよね。ちょっと違うところにあるんだっけ。いやいや、松山のキャバクラというよりかも、うん、キャバクラよりか、まあだからクラブみたいなところで働いてますね。ああ、本当にママさんがいるような、ね、そうですね。なんか本当に見つからないのが不思議ですよね。まあでも本当、あ、そうだよな。まあまあまあ結構もうな長年やってるお店でしょ。いや、まあでも若者は来れないですよね。あ、そっかそっか。あの店はなんかお前らから聞く限りなんかすごい高いそうだしな。そうなんですよそして、ツイッターネーム石川のりゆきさんですね、ありがとうございます、はい、ゴリラの進化ということで進化してるじゃないですか、しっかりとね。あ、鼻かめるようになったことで私一歩ゴリラ進化してるんですか。進化してますよ、そりゃ。え、鼻かめるゴリラになってるんですか今ちょっとこのまた鼻水かまないっていうこのイラッとくるあれが出るかなと思ったら進化してた。進化してますよ、もうほらみんなね、ツイッターネームレオナさんも、はい、お、前城さん成長しましたねと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターネームななみさん、こんばんは、ラジオ初見ですと、ありがとうございます。初見さんですか、ありがとうございます、はい、ツイッターネーム松村香里吉光太ですね、こんばんは、モスということで、モス、ありがとうございます、はい、たくさんのツイキャスへメッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ちょっと僕気になったんですけど、な、週末って台風来るんですか。あら、土曜日、はい、なんか来るんですかね。そういうのがちょっとちらほら聞いてるんですが、来ないですよね。もう熱帯低気圧になったから。あ、なったんですか。なんか直撃っていう噂だったんですけど、なんかね、ちらほらして、はいはいはい、だって今週の土曜日10月24日はあるでしょ、飛び出せマーメイドの、あ、単独ライブ、単独ライブ、あさって、あ、なんですけども大疫菌パンデミック、はい、手洗いうがいはちゃんとしましょうでしたっけ。あーなるほどね。いや、なんか飛び出せの単独も見たかったけどな。あら、見れないっすか。僕たちは見れないですね。え、なんで。ネタ見せがあります。あら、はい、と新喜劇があって、その後稽古があって、あー、はい、地獄だ。地獄です沖縄花月にレッツラ18時間ぐらい閉じ込められるんじゃないですか多分。あ、これはもう地獄ですね、はいはいはい、本当にもう単独ライブみたいな。そして、はい、あ、まあ、そしてっていうか、まあ、単独ライブ、まあ、台風ね、うん、台風って絶対なんか最近なんか直撃しないやん、うん、しないな、今年なかなか直撃しないな台風が。うん、なんでか。いいえ、それ分からんやつさどうする、一旦
お天気に電話してみる。なんかお天気リーダー店たけしに出てくる天気の神様がいたんだけど。お天気わからんよや。いやリーダー店たけし全部見てるつもりだったけどな。多分お天気っていうのがいたような気がする。俺思うんだけど、リーダー店たけしって、うん、あれ途中で止まってんか。あ、いやいや止まってないよ。は？いや最終回までしてるよ。34巻で止まってるだろ。まあまあ、まあ、コミックス。いやだから出てないぞ。あ、出てないけど多分ご愛読ありがとうございました的な終わり方ちゃんとしてんじゃん。はい、してないしてない。うそ。あれリーダー伝たけし、皆さん見てますかね。リーダー伝たけしの世代じゃないんじゃないか。リスナーの方々とか、いやでも見てる人はいるんじゃ。ああ、あれハーチャーだから最後がバーバリアンだろ。うん、うん、多分でバーバリアンが途中ぐらいまで出てて、それで話終わってるだろ。え、うそ。なんかめっちゃ終わったような感じがしたんだけど。いやジャンプでは多分進んでんだよ。へえ、うわ、これは確認しないといけない。いやだからコミックスで出てないような気がするんだよ。うわ、めっちゃ気になるそういうの。え、じゃあそれ、そっかそっか。え、嘘。いやー多分よ。だから俺毎回読むたびに、あ、うん、やっぱこのお店もかみたいな。このお店だけが出てないのかなと思ったら、うん、まあだから漫画喫茶とかね。はい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 。じゃないのよ。あら、何この不可解なというか。いやそうなんですよね。まあある日を境にもう発売がされなくなったのか何なのかは分からないですけども。そうなのよ。でも今はもうトリコっていう漫画を書いて、あ、まあね、すごく大ヒットしてますからね。あ、非常に楽しい。すごいよな、だって沖縄の人でしょ、島部。そうそうそう、だって書いてる漫画ほぼ世に出てヒットするってすごくない？あれ分かんない、ごめんなさい、間違った情報だったらごめんなさいですけど、うん、前田さんの同級生じゃない？え、嘘って聞いたような気がする。スリムの前田さん。おはぁ、うわ、じゃなかったかな。これで本当に同級生で知り合いだったらすごくない？なんかそういう話をなんか聞いたような、ね、チラチラと。あ、いやでも年代的にも、あ、そ、え、そうなのかな。え、おすごっ。だとしたらもしかしたら前田さんにお願いしたらこの島風に会ってサインとかももしかしたらもらえるチャンスがあるかもしれない。あります、十分。すごっ、十分ありますよ。ぜひとも欲しいな。あ、フライングフォークって書いてほしい。ああ、トリコね。そう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 。ああ、いいね、見ちゃうんだよな。ああ、確かにね、うん、え、そして、はい、メールの方も来てますので読みたいと思います。はい、お願いします。ラジオネーム松村香里推し浩太さんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日もあなたに、あー、ふ、あなたに、あー、萌えをデリバリー、萌え萌えキューン。なるほどね。松村香里 SKE48 松村香里さんのキャッチフレーズですね。あー、あー、あー、萌え萌えキューンを二人で言うんですよ。ああ、そのあーの声のトーンはどんな感じなんですかね。今我々がやると多分あーってなるんですけど、あーとか、あーとか、わからない、やっかいします。今日もあなたに、あー、あなたに、あー、萌えをデリバリー、違う、萌えをデリバリーは俺だって。そうなんだ。文面見てないからほぼ俺あれだよ。今日もあなたに、あー、あなたに、あー、萌えをデリバリー、萌え萌えキューン。こんばんは、いつも元気な松村香里推し浩太です。いや、浩太かい。でも松村香里さんのキャッチフレーズらしいです、はい、早速ですが質問です。あ、よかった、俺それで終わると思った今メールが。早速ですが質問です。ピーチキャッスルさんが、はい、今昔どっちでも好きなバラエティ番組は何ですか、うん、ではチェケラと。あー、バラエティ番組、バラエティ番組ね、今も昔も。あ、お前めちゃイケじゃないですか。そうですね、僕はもうがっつりめちゃめちゃイケてる、めちゃめちゃモテたいをすごく見てたんで、めちゃイケはもう大好きです。めちゃイケね、はい、でも岡村さんがダンスをやってたから俺もダンスをやったっていう。おお、なるほど。あのブレイクダンスのウィンドミルくるくる回るやつを絶対に習得してやるっていうことで、高校生の頃やって2ヶ月ぐらいでできるようになって、うん、そっからブレイクダンスはやめました。よしって言って。ああ、なるほどね。そうそう、岡村さん大好きですからね。そう、大好きなんだよね。東原さん何ですか。
まあいっぱいありますけどね。いやあるよね。今ってもうだってネットとかでもやってるバラエティ番組とかもあるから。あ、結構幅が広くなってんだけど、昔、うん、昔からだともうトンネルズの皆さんのおかげでしたとかも。まあ僕はリチャード・ホールとかも好きですけどね。あ、まあまあ、ダウンタウンさんのごっつええ感じとか、はい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 、もちろん好きですけれども。何がいいのかな。やっぱ高校2つですかね僕は。あとネットでやってる何だっけあれ。何すか。あのなんとかバズーカではなくて、え、何だっけ、あのほら動画とか見せてたさ、なんかバズーカーでしょ。バズーカーだっけ、あのなんか暴走族をなんか集めてとか、あの番組面白いけどな。ああ、ネットのやつね。そうそうそう、あれはなんかテレビとは違ってネットだからここまでできるのかなっていう放送とかをやるんで、あ、なるほど、ね、僕はもうたまにチェックしますけどね、面白いと思う。いいですね。はいはい、まあ確かに、まあいろいろ個人個人ありますからね。うんうん、あ、じゃあ一曲いきますか。そうですね、はい、いきますか。それではじゃあ、はい、聞いてください。ピットブルでファイアーボール。
さあ、ということで、はい、引き続きピーチキャストのトナイト5をお楽しみください。はい、よろしくお願いします。さあ、よろしくお願いします。なんかメッセージとか来てますか？はい、メールが来てるので読みたいと思います。はい、お願いします。ラジオネームレオナさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。トーバルさん、前城さん、こんばんは。こんばんは。単独ライブまたやりますよね。楽しみです。ありがとうございます。そうなんですよね、はいはいはい、まだちょっと正式な発表ではないんですけれども、そうですね、一応やる予定ではありますね、はい、今年もあと2ヶ月ちょっとで終わりますよ。何かやり残したこととかありますか？今日は思いっきり寝過ごしてしまって、国際通りからコザミュージックタウンまで来てしまったのでした。わら、今日もラジオ楽しみます。ももももということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、寝過ごすってね、どういうこと？国際通りからこっちまで来たってこと？寝過ごして、本来ならば途中で降りる予定だったのかな。いや、これは相当、まあまあ、でもバスはね、寝ちゃうよな。寝過ごしたことある？ある、余裕である。俺も一回だけあるわけよ。もうびっくりしちゃった。だから要は那覇のガジラの同期のガジラの寺崎さん家から、まあお酒飲んで、翌朝バスで俺チャタン帰ろうってなって、バス乗ってチャタン帰ってから、本来だったらジャーガル入り口チャタンの方で降りるってやったけど、裏添えらへんから、もう多分酒が正式に抜けてなかったんでしょ。で次は高志法、高志法どこか、え、呼びたん。だいぶびっくりした、本当に。これは抜けてないな、抜けてなくて、高志法ってなって、高志法って瞬間にもう宇治畑しか広がってないまで、うわ、終わったと思って、ここどこだと思って、ピンポーンってとりあえず押して、バーって降りて、もうお金も本当に1000円しかなかったけど、中から読みたまでだから本当にギリギリだったわ。あ、ギリだな。あ、やばって、オーバーしなくてよかったって下ろして、降りた瞬間に俺まず本当に女村か名古屋へんと思ったわ。あー、なるほどね。本当に終わったやつだと思って、親に電話しても仕事でなんか来れないってなって、マジで終わったなと。とりあえずまずここはどこなんだと思って、テクテクちょっとなんかゴーパチっぽいところ歩いていったら、あ、よかった、まだ読みたいやしと思って、よかったでもないよね。よかったね。そっからまあ友達に連絡して、頼む、迎えに来てくれって言って、迎えに来てもらったけど、あのアナウンスが今でもまだ耳に残ってるんですね。次は高志法って。やばいやばいと思って。寝過ごしは多分ね、ほんと怖い、あれは。びっくりしたわ。怖いよな。怖い怖い。ああ、あれもできるじゃん、お前。何？電車の英語版、英語バージョンだっけ？ああ、英語バージョン、うん、あれあれ、あの最近あの M1 で言ったでしょ。それでちょっと あれさ、次は渋谷、渋谷、ザ・ネクスト・ステーション、渋谷、渋谷。渋谷のイントネーションがなんか違うパーティー。本当か？そうそう。で、隣にいた外国人カップルも、渋谷、渋谷って真似してるけど、その外国人カップルが、あれ、東京じゃ普通なのかな、ああいう外国人って。すごくなんか、世界の車窓からではないけど、すっごくイチャイチャするのよ。電車の中でも。わあ、わかる。でも外国人の方はね。え、でも沖縄の外国で、乗り物に乗りながらあんなイチャイチャする外国人いないよ。あ、まあ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 、沖縄も軍人だから。じゃあ、あ、その違いかよ。分からん分からん分からんけど、戒律が厳しいのかもしれない。沖縄でもそんな見ない。電車の中でよくあんなイチャイチャできるなと思って。ああ、いや、でも外国人の方もそんな気にしてないでしょ。まあオープンな方が多いからから、うん、まあそうかそうか、はい、はい、じゃあということで、コーナーの方に、行きたいと思います。それでは行きましょう。応募しないと、よいしょ。さあ、ということで、応募しないとのコーナーがやってきました。はい、はい。さあ、こちらのコーナーはですね、企業さんが出している川柳の応募に応募して、賞金や商品をゲットしようというコーナーです。はい。今回のテーマは、番組の冒頭にでも言いました、秋のあるある川柳ということで。あら。はい。今年は秋の訪れも早く、スポーツの秋、習い事の秋、スキルアップなど新しいことを始めた方も多くいらっしゃると思います。ほう。この川柳大募集もおかげさまで第5回を迎え、今やベネステ定番コンテストとなりました。前回に引き続き今回も大好評のあるあるネタで大募集いたします。皆様の応募をスタッフ一同お待ちしておりますということなので、はいはいはい、そうですね、秋のあるある
川柳ということで、はい、第4回がですね仕事あるあるで、第3回が川柳で愛を叫ぶなど、まあ、あの秋のあるあるは今回が初めてなんですよ、うん、だからあの前回の応募作品とかが特になくて、で最優秀賞の方には1名様ですね、焼きプレミアム菓子ということで、おいいじゃん、はい、焼き菓子の多分相当高いやつじゃないですかね、うん、で入賞3名様にはですね、深いコクと確かな香り味わいビーフカレーということで、なるほど、レトルトの感じなんですけど味わいのビーフカレーをこれ3名様に、ほうほう、ということで合計4名の方に、まあ、商品が当たるということなので、ほう、秋のあるあるを五七五に載せて、まあ、いろいろありますからね、芸術の秋だったりとか、読書の秋、スポーツの秋などいろいろありますので、そういったなんか秋をイメージさせるようなか、もしくは秋のあるあるを五七五に、なるほど、まあ、秋っていう、まあ、すごいなんていうの、夏のあるある川柳とかだったら、まあ、ビーチパーティーとかなんかそういった楽しいのが重いけど、うん、秋ってそんなに10月11月が秋だよな、うん、世間一般では、沖縄って秋らしい秋があんま感じないっちゃ感じないんだけど、まあないもんな、そう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 、夏が終わって夏からいきなり冬、冬にドンっていう感じだからでもまあまあまあ秋の、はい、まああるあるということで、秋の川柳ね、そうです、秋の川柳です、ということで、ユーストリームツイキャスをお聞きの皆さんも考えてぜひぜひ投稿してください、お願いします。さっ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 さ、じゃあ、僕行きたいと思います、ピーチキャスする前城で秋のあるある川柳です、どうぞ。よくわからん女心と秋の空、アベレージ、終わったアベレージ出ました、女心と秋の空、よく耳にする単語アベレージ早かったな、それまでがセットなんだろうな女心と秋の空、女心はもう分からん、本当に、本当に分からん、コロコロ変わるって言いますからね、女の子、スポーツ、スポーツ、あ、はいはいはい、なるほど、よっしゃー、いきたいと思います。ピーチキャッスル前城で秋のあるある川柳です、どうぞ。衣替え気になるあの子の秋姿、お風流風流、もういいですか、はい大丈夫ですよ、はいBG弾いてくださいいやなんか気になるあの子の秋姿っていうか、夏なんかジーパンに T シャツですごくラフな格好してる女の子が急に肌寒くなってくるとセーターとコートとなんかベレー帽なんてかぶっちゃってさっていうのにちょっとドキッとする私です。今年のね秋冬はどんな帽子が来るんでしょうかね、はい、はい、じゃあそれでは行きましょう、ピーチキャッスルトーバルで秋のあるある川柳です、どうぞ。街歩き黄色い絨毯現れる、おお。これ何か分かります？いやあれでしょ、もみじかイチョウでしょ、イチョウでございます、イチョウだ、これいいでしょう、いや沖縄感がない、イチョウって急に東京に寄せてきた今、あれあれ沖縄限定ですか、いやではないですけど別に、イチョウってイチョウって秋か、黄色い絨毯で分かるでしょなんとなく、ああなるほどね、そういうパターンで来ましたかそういうパターンで来ましたか一発で仕留めに行くからこれ仕留めに行ったな、まあね、でも一
ぱい来てると思うけどね。来てますか。じゃあツイッターネームレオナさんからの投稿です。さあそれでは行きましょう。レオナさんで秋のあるある川柳です。どうぞ。夏が過ぎ沖縄はすぐ冬になる。確かにね。はい。あ、確かに沖縄はね、本当に秋がないですからね。さあということで、あ、一通だけですか今。今のところ一通だけですね。わかりました。はいはいはい。どうだろうな。あ、ちょっと待ってくださいよ。はい、じゃあ僕行きたいと思います。はい、ピーチキャッスル前城で秋のあるある川柳です。どうぞ。居酒屋に季節を感じる焼きサンマ。おー、なるほどね。なんかこう、まあ、もうちょっとなんか、綺麗になんかうまくおしゃれにできそうですけど、なんか居酒屋にサンマのメニューが来ると、ああもうそういう季節なのかなって思ったりするんですけど、サンマめっちゃ好きなんですよね。居酒屋に行くと絶対頼んでしまうんですよ。この前も天一行った時は焼きサンマ。本当にお前実名出すよね。はあ、居酒屋に行った時。そっか、そしたら俺よく行くってバレるのか。バレるよ。ダメだダメだ。行ってません。いやいやいや、もういいだろ。行ってます。たまにギャングマンモスたちから連絡来ます。最近飲んでる？全然飲んでない。もう時間が合わない。マジでマジで合わない。さあさあ、秋のあるある。秋、まず秋といえば何っていうのがピンとこないな。何があるんだろう。読書、本もそんな読まんし。あ、なんだろうな、むずいな。なんか、うん、秋中途半端だな、秋って。秋が好きっていう人周りに聞いたことない。なんつうか、さあ、喋らないということはかなりの長考タイムが流れてるということですね。いや、これ難しいな、ちょっと。うん。はい。はい、じゃあ行きましょう。ピーチキャッスルトーバルで秋のあるある川柳です。どうぞ。帰り道、いつもの夕日が違って見える。あれあれ。あれね、あれ、どうしました？嘘嘘、いや嘘嘘やめてください。嘘嘘やめてください。漫才中に急に言いたくなる嘘嘘はやめてください。嘘嘘やめてください。嘘嘘って。嘘嘘。じゃあちょっと、じゃあ他の方、リスナーの方の投稿をちょっと見たいと思います。はい、お願いします。ツイッターネーム伊達政宗さんからの投稿です。伊達政宗さん、はい、それでは行きましょう。伊達政宗さんで秋のあるある川柳です。どうぞ。半袖かニットか迷う播州楼ですかね、これ。ああ、はい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 。おー、いいっすね。そういう難しい言葉使ってくるか。鬼は播州ぐらいしか今浮かばなかったけど、播州楼かなんかで聞いて。うん。そして松、また来てますんで読みたいと思います、はい、ツイッターネーム松村香里吉コータですね。はい、それでは行きましょう。コータで秋のあるある川柳です。どうぞ。赤い空、木の葉っぱ落ち、もみじかな。トーバルさんのイチョウに負けているので残念。おー、来たよ。
残念。あと2個ぐらいなんかちょっとパンパンって出したいけどな、なんだろうなあ。出そうだけど出ないな、これは難しいな。はい、行きましょう、ピーチキャッスル前城で秋のあるある川柳です。どうぞ。マフラーを二人で一つ韓国人。いやもうあるあるだけど、なんかペアルックとか韓国人好きだし、秋になると多分一つのマフラーを二つで巻いて多分国際通りとか歩くんだよ韓国人。首から一眼レフも下げて、マフラーを二人で一つ韓国人。よし。決して悪く言ってるわけではないのでね、はい、いいなと思ってペアルックとか。なんかそう韓国人で言ったらなんかしらがもうヨン様とかが出てきて、タララ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 今ペヨンジュンは何をしてるんだ。いや結婚したわ。あそう、うん、ペヨンジュン、うん、結婚してないもう普通に芸能界いたい。いやいや芸能界にはいるんじゃん一応。あんな甘いフェイスして筋肉隆々だからね。やばいやペヨンジュン。じゃあみんなじゃない。あーそっか。あーだって徴兵制とか、はいはいはいあるから。引くわーと思って。あんな甘いマスクなのにあんな流々だったらちょっと引かん。引けお前。いやエディ・マーフィーとかがゴツゴツだったらあーってなるけど、まあまあまあね、うんうん、急になんかあんな優しそうな甘いマスクで筋肉流々なのはもう池谷幸雄さんでストップしとけっていう。あー確かに。あれぐらいだったらまだ許せるけど、ペヨンジュンはちょっとダメよ。あれはつけすぎ。要はお前がめちゃくちゃマッチョになった感じ。もう多分引くと思うやつさ。一生マッチョになれんと思うけど。あさあなんか東原さん、なんか最後になんかパシンと行きましょうよ。ちょっと待ってください。いいですよ。もう僕今おふざけモードに入りそうなんですけど。はい、行きたいと思います、ピーチキャッスル前城で秋のあるある川柳です。どうぞ。まだ早い、こたつを出すにはまだ早い。いや、出た2回言うやつ。2回言うやつパターン。ありがとうございます。すごいカットインな BG をスパッと弾いていただきありがとうございます。はい、ちょっとめちゃくちゃカッコつけて書きました。お、いいですね、はい、それでは行きたいと思います。ピーチキャッスルトーバルで秋のあるある川柳です。どうぞ。街並みの景観彩るもみじかな。いやいや、ちょっと待てよお前、今日イチョウともみじしか出してないだろお前。もう俺もうよ、うん、自然のことしか頭に出ない。全くもう秋以降の自然な感じが出てんだもん。全然ダメだな。さあじゃあどうしますか。じゃあ以上にしますか。もう、もう時間もそうですね。あ、そうもう1問くらいいきます。ラス1いこうか。ラス1じゃあ考えましょう。前城さんも OK です。はい、はいやはいや、はいはい、じゃあ行きましょう、ピーチキャッスルトーバルで秋のあるある川柳です。どうぞ。 10-11-AW オータムウィンター。よくわからん。 AW がよくわからん。いや何や AW 洋服のあれ、アパレルのあれ用語でしょうか。あ
のウィンターズ、オータムウィンター 10-11AW オータムウィンターでしょうか、セールの期間のCM のやつよ。あ、なるほど。10-11AW の季節でしょ、今。そうですけども。うん、びっくりした。嘘。いや、嘘言うな、お前。嘘。自分の言ったことに責任持て。嘘。じゃあ、僕もじゃあ行きたいと思います。はい、ピーチキャッスルの前城で、秋のあるある川柳です。どうぞ。楽しみは、オータムジャンボン、宝くじ。ちょっと似てるわ、俺と。ちょっと似てる。お前と似てる。さあ、これひどい。ピーチキャッスルの最終形態が出ました。これひどいよ。よし、いいの出せって、だから。もう多分2人がこうなった時点で、うん、もう白いタオルは投げられてる。不安定。早めで投げられてる。いやー、俺の選手を壊すな。そうそう、カン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 って。あー、すいません。今日はもう以上です。そうです。ということで、はい、以上、応募しないとでした。はい。さあ、ということで、はい、あっという間の1時間でした。はい、ありがとうございます。ということで、なんか告知と、ああ、もう結構たくさんありますよね、告知。ありますね。はい、我々の、まずは明日の、金曜日、はい、10月23日、はい、ウチナーランキングライブが、ございます、はい。夜の7時。はい。吉本沖縄芸人だけでですね、はい、トップ10のランキングを決めておりますので。明日が最終日ということで。はい。誰が落ちて誰が残るのかが決まる日なので、合格が決まる週ですね。週ですね、チケットありますので。今のところ5位ですか、僕たちが。そうですね、我々が5位なので、まあ1位を狙えるでしょう。はい、気を抜かなければ大丈夫と思いますので、はいはいはい、チケットありますので、欲しい方はピーチキャストのツイッター検索して、メッセージください。よろしくお願いします。お願いします。そして、10月の30日ですね、はい、ハロウィン前なんですけれども、吉本沖縄の1期生のユニットライブ、はい、一期一会ライブがございます、はい、素晴らしい。はい、こちらも楽しいライブと、はい、今回も多分企画楽しそうだね。これはね、すごいな。これは多分俺はキト系だと思う、うん、本当に。キト系って久しぶりに聞いた。キト系。キト系だな。キト系だな、これは。我々まだチケット持ってますので、ぜひぜひ欲しい方はピーチキャッスルのツイッター、フェイスブックからコメントよろしくお願いします。お願いします。はい。で、今月は以上かな。あ、そうですね。うん。11月なんかあったっけ？いや、ないですね。ないか、ないか。以上ですね。はい、はい。ありました。ということで、はい、お願いします。そしてですね、はい、あと告知がありまして、この後ですね、うん、24時10分頃からですね、はい、私、トーバルを那覇に送っていただける方、募集しております。はい、ね、無料で那覇まで送ってもいいよという方を募集しておりますので、FM 講座の方に、メッセージをいただけるか、私のツイッターまでメッセージください。私は送らんよ。いや、下落ちすな。いやいやいや、
俺は送らん、俺は送らん、ひーひーじゃない、今日はもう実家に泊まれ。いやいやいや、そんな、なんて、お腹すいた、お腹すいたわ、帰りたいじゃなくてお腹すいただわ、知らんよやそんなの。お願いしますよ、本当に。那覇まで無料で送って、ああもう今クリスに電話しない。クリスはもうすでに那覇。あ、そっかそっか、じゃあ先駆けバーバリの砂川とか、もう那覇、那覇か、何だいつの那覇。ごめんなさい、ちょっとメッセージが来てますんでね、ちょっと読みたいと思います。お願いします。あら、これはちょっと違う番組のですかね。違う番組、はい、行きましょう。はい、あ、ツイッター、あー、ラジオネームレオナさんですね。はいはい、川柳、はい、あの給食に栗ご飯出る秋感じ、なるほど、秋を感じてるんですね。栗ご飯懐かしい、栗って秋だったかな、秋ですね、栗は秋です。あ、栗ご飯懐かしい、いいですね。栗ほとんど避けてた俺。え、栗嫌い。いや、栗は食えるんけど、栗とご飯のあのマッチがなんかちょっと許せんかった。っていうか待って、今栗ってある？いや、あるでしょ。なんか小学校の頃さ、うん、なんかこれが本物の栗だよみたいな。ああ、はいはいはい。沖縄に栗がないから、まず今見なくなってない。なんか甘栗剥いちゃいましたとかではなくて、本物の栗だろ、うん、あの伊賀に入ってる。そう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 。学校にあったな。あっただろ。あったあった。なんかこれが本物の栗だよと思ってくると。そう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 。雪とかも持ってきたしな。うん。全然見なくなったなと思って。時代かな。いや、時代っていうわけじゃないから。もうみんなが単純に俺らがもうあれしただけじゃない？これだから給食っていうか学業を卒業して見なくなっただけじゃん。小学生とか見てんのかな？見てんのかな？うん。そうかそうか。うん。いや、だから本当にどうします？送ってくれる方いるかな？前城さんぐらいしかいない。いやいや、前城さんはもう体調を早めに直したんで、すぐ帰って寝ます。俺んち泊まる？なんて言うやん。余計悪化するやん。悪化はしないよ。床で寝かすんだろ、俺を。おい、はいじゃないよ。探せ探せ、全く。ああじゃないよ。はいはいはい。さあ、あとエンディングでーす。今回はツイキャス何名の方が見てたんでしょうか。もう10名から12名の方が見ていただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、今週は以上なんですけれども、また来週皆さんと会えるのを楽しみにしてます。はい。はい。ということで、ありがとうございます。ピーチキャッスルのトゥナイト5、お相手はピーチキャッスル前城翔と、ピーチキャッスル東丸でした。また来週お会いしましょう。さよなら。バイバーイ。秋を感じて。